今日はですね、熊本県の中央部にあります、立岡公園に来ています。2つの大きなですね、湖みたいなため池ですけれども、加藤清正が作ったものと明治政府が作ったものの2つのですね、もう本当湖みたいな綺麗なところですが2つ並んでます。そして真ん中に桜並木が通ってまして、今月後半にはですね、向こうに見えるあの桜並木が、一斉にですね満開になるなってですね、多くの人で賑わうと思います。ここは地元の人もあまりですね、私もあまりなく知らなかったんですけども、月刊誌のですね、市がですね熊本県内の桜の名所としてだいぶ前ですけれども取り上げたことで、こんなとこがあったのかと地元の人もですね、びっくりしたところです。向こうに見えるところがちょうど2つの湖の真ん中にですね、桜並木が走ってます。よくですね、ウォーキングに来るところです。一周でどれくらいでしょうかね。だいたいこの、半分の池を回ると1500歩ですから、向こう の, あの池まで回ると、そうですね、計3000歩ぐらいになると思います。いや本当に心が落ち着くところです。季節によってですね表情が変わるので、時々ですね弁当を持ってきて、演奏したりしてます。
今日演奏したこの、カモの流れには、私が時々コントラバス の友達の徳永さんとですね、ペーパーライターズという名前で、デュオで演奏しますけれども、今度4月にですね、お寺の境内でマルシェがあるんですけれども、その時にこの曲をやる予定です。まあお寺というと京都に縁がありますので、桜散る散る嵐山なんていう歌詞もありますのでね、4月の9日ですけれどもちょうどいいかと思います。それではまた。